パウル・ティリッヒ、パウル・ティリッヒ、ポール・ヨハンネス・ティリック、1886年8月20日から1965年10月22日は、20世紀のキリスト教神学に大きな影響を与えたドイツのプロテスタント神学者。組織神学、宗教社会主義の思想で知られる。20世紀において、カール・バルトと並ぶ神学者であり、その影響は広く、哲学や思想。 美術史に及ぶ。ベルリン近郊の村で牧師の子として誕生した。ベルリン大学に進学し、そこで進学や哲学を学んだ。1907年にと知り合い、交友を始める。しかし、社会主義の進化を目指す宗教社会主義を展開したティリヒヒに対し、ヒルシュは、親、ナチスの姿勢を鮮明にし、両者は激しい論争を繰り広げた。 ヒトラーが政権を握った後、迫害を受け、1940年アメリカに亡命、帰化した。ユニオン神学校やハーバード大学などで教授を務めた。ティリッヒの体系は、相関関係の原理を軸として構築されている。彼は、宗教と文化、教会と社会、神学と哲学などの教会線上に立ちながら、それらを相関させ、 両者の深い次元での統合を目指す。人は、聖書のメッセージを永遠の真理として、その中に閉じこもることもできる。しかし、ティリヒは、人が現にある時代や状況の中で問われる問いに対して、キリスト教の真理によって答えることが、神学の役目であり、さらに、哲学の問いと神学の答えという関係はそこから、生まれると問いた。そして、それは、 彼が思想史の中で用いている概念を理解しておくと理解しやすい。かつて宗教が人々に対して強制的な力を行使していた時代があった。イエスやルターによる変革前の宗教者のことを考えればいい。このように信仰が外部から強制されているような状態をヘテロノミーと呼ぶ。他律は独善的であり、人の自由を圧迫する。しかし、人は それに対して、いつまでも服従していることはない。そこで、人間が、自らの力によって立つ状態が、アウトノミーである。自律は、理性に従い、個人の尊厳を掲げる。言うまでもなく、近代から現代が自律の時代である。しかし、やがて理性とこの力を信じる自律は、孤独に陥り、生の意味や目的を見失ってしまう。つまり、自律的理性は、それだけでは、 生の意味を見つけることはできないのである。そこで、他律と自律を乗り越え、最高の規範となるものは、世をのみである。神正しとは、自己の有限性を自覚するとともに、自己の根底を投資し、そこに働く心的な力に従う状態である。神正しは、他律のように外部から押し付けられたものではなく、自己の中から出たものであり、 また自律のように孤独にさまよい出ることもなく、自己を完成する。そのような、神律に人を導くのが、ティリッヒの進学の目的である。人は、それ自身のうちに生に対する究極の答えを持たない、大きな問いである。その問いに対し、進学で答えることで、哲学の問いと進学の答えという関係が成立する。ティリッヒは宗教を定義して、究極の関わりという、 つまり、キリスト教に限定することなく、人が何かに究極的に関わり、それによって根本から支えられているとき、そのようなものが宗教と呼ばれるのだ。このような宗教観は、一般的には非宗教的と考えられる人々も、包み込んで、宗教が人間にとって決定的なものであるということを示す。教会に通うかとか、お祈りをするかとか言ったことをしない人間も、 その存在を支える何かを求める限りは宗教的なのであり、その意味で人が生きる限り宗教はなくなることはない。宗教がそのようなものであるならば、その関わりとは絶対的な無制約者を体験することでなくてはならない。しかし制約された本来究極的でないものを究極的とすることから、人は挫折し絶望に陥る。それでは真に、 究極的な関心を払うべきものとは何か。それは、私たちの存在、あるいは非存在を決定するものだとティリヒヒは述べる。存在するかしないか、生きるか死ぬかということこそまさに存在するもの、生きるものにとって、究極の問題である。ならば、それを決定するものとは、あれこれの存在のうちの一つではなく、存在と非存在を超えて、存在の根拠となるようなものだ。 だから、神の神とは、存在を存在たらしめる、存在の力、あるいは存在の根底、存在それ、自体だとティリヒヒは言う。天井に住まって人を見下ろすというような考えは、知り添けられる。そのような神は人に対して、別のところに神がいるという図式から生まれたものだが、神は我らのうちにて働く、存在の力だという見方かすれば、対象としての神は、 想像に過ぎず、それを温めることは、偶像崇拝である。神について語ることは、象徴を通してのみ可能である。有限なる我々は、無限なるものを直接に表現することはできない。したがって、宗教的言説は象徴として、それ、事態を超えつつ、他の何者かを指し示すものとして理解されねばならない。では、キリスト教はティリッヒにおいて、どのように捉えられるのだろうか。 自律のみによるならば人間は存在の根底から阻害されるというが、それは人間が有限だからだ。人が自由な決断をすると、現にあるもの、実存は本来あるべきもの、本質から転落する。つまり、有限な存在は何かを決めてしまえば、他の可能性を限定してしまうので、本質と一致できないのだ。実存は個別と普遍、流動と形式。 自由と運命の緊張の上に立たされ、根源的な不安に脅かされる。本質の実存への転落は、聖書ではアダムの多罪として象徴的に語られている。人間の神からの離反、すなわち罪とは、阻害に他ならない。このような実存の悲劇を克服するのが、キリストだとティリヒヒは述べる。本質的信人性がキリストとして現れ、実存のうちにありながら、 実存を引き受けて、本質との断絶を克服したということを信じることは、キリストは本質と実存の架け橋となった、新たなる存在、新存在として受け入れることだ。新存在は分裂,分裂、紛争、自滅、無意味、絶望を克服し、和解、再結合、創造、意味、希望をもたらす。キリストは有限と無限、誠意役者と無誠意役者の中保者である。 彼は十字架にかかって自己否定し他の存在と同じように稲の上に立った。しかし復活により死をも克服し新存在として生まれたのである。ティリッヒは信じるということは疑うことと切り離すことができないと考えている。神は対象として確かめることができないからもちろん理論的に証明することはできず信仰は 実存的な決断にならざるを得ない。よって不確実性を内に払んでおり、誠実さがあれば、疑いは避けて通れないと言える。しかし疑いの内に置かれながらも、それにもかかわらず信じることは、否定の内から発してしかも否定を凌駕する、大いなる肯定であり、疑いをただ避けようとする信仰とはまた別の信仰である。疑うことは、信仰にとって、マイナスでしかないという考えは、 疑いに置かれた者にとって罪の意識を強めるばかりだが、疑いがあることはむしろ人にとって自然だとティリヒは考える。非存在は存在と同様に根本的であり、人は絶えず非存在の脅威に脅かされている。しかし、だからこそ存在が無にこうして自己を肯定すること、勇気が必要とされる。勇気には個人としての自己の肯定である。 個人化の勇気と包括的部分としての自己の肯定である、参与の勇気とがあるが、無の不安を引き受けることのできる、大いなる肯定を、個人や社会から得るのには、境があるため、それらを超越する存在の力に根ざしていなければ、ならない。会議にこうして信じることも、非存在にこうして存在する、生きることも、根は存在の力から発する。存在の力。 すなわち宗教経験の世界のうちでの個人化は神と人との人格の交わりであり、ここでの参与は存在の根底へと参与することでごいつへと接近する神秘主義である。人格的交わりにせよ、神秘主義にせよ、それは究極のものとの関わりであるから勇気の最大の源泉となる。サルトルは神が存在するとしても大したことではないと言った。 人は結局は孤独に、神とは関係なく、実存を決定しなければならないというのが彼の考えだが、ティリヒの考えは、その逆である。彼にとって、信仰とは対象である神を信じることではなかった。彼の信仰の定義は、究極的関心によって捉えられている状態であり、神と関わるものは、根底から変わらざるを得ない。 信仰は単なる判断や認識にとどまらず、全人的な変革をもたらすものなのである。ボルテールは、神が存在しないならば、発明しなければならないと言った。ティリッヒの神官では、そのような神は退りけられる。神は、信じることによって存在するようになり、信じるのをやめれば存在しなくなるようなものではない。信じようと信じまいと、存在するのではなしに、 存在それ、事態として働いているのが神なのである。第1巻、キリスト教徒、社会主義、小谷康夫、栗林照夫役。第2巻、倫理の宗教的基礎、水垣渡る役。第3巻、哲学と、運命、大木秀夫、清水正役。第4巻、絶対者の問い、野呂義雄役。第5巻、プロテスタント時代の終焉、小谷康夫役。 第六巻、会議と信仰、大宮博役、第七巻、文化の進学、谷口道雄太役、第八巻、現代の宗教的解釈、近藤勝彦役、第九巻、存在と意味、大木秀夫役、第十巻、出会い、武藤和夫、片柳英一役、別巻一、説教集、加藤恒章役、別巻二、キリスト教思想試合、大木秀夫役、 別館さん、キリスト教師想室佐藤俊夫役。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。